What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。こんにちは、一歩ラボの田中です。今日も一人語りをしていきたいと思いますが、今日はですね、熱量高い人との出会いは刺激的であるという話をしたいと思います。先週末なんですけれども、一歩ラボとして大阪のイベント、ロハスフェスタ万博に出展してきました。このロハスフェスタなんですけど、どういったものかと言いますと、名前にロハスがついている通りなんですが、心身の健康とか持続可能な社会とか、あと地球環境を大切に考えて心豊かに暮らす生活スタイル、ロハスをテーマにしたイベントでして、とてもとても規模が大きいイベントなんですね。どれぐらい大きいかというと、2018年ぐらいからされてるんですかね。ちょっと過去の統計とか見てみると、例えば昨年度の秋に開催したイベントは来場者数が約14万人で、そこに出展した店舗数が655店舗ということで、もうこの数からも大きなイベントっていうことがわかるかと思うんですが、開催日程も長くてですね、合計7日間ぐらい、年によって違うんですけど、7日間ぐらいやってるんですね。で、今年も11月の最初の週末と第2週目の週末の両方で開催していて、僕ら一歩ラボも先週末の11月13日に参加してきました。で、ロハスフェスタ自体は実はゴールデンウィークにも春が開催されていて、そこにも出展したので、ロハスフェスタのことはちょっと昔にも喋ったかもしれませんが、一歩ラボとしては2回目の参加でした。で、今回は、1日だけの参加だったんですけど、そこでですね、とても熱量高い方々とお会いすることができて嬉しかったので、ちょっと今回のテーマにしました。前回ゴールデンウィーク参加した時は、初めての参加だったので、チャレンジブースというブースで出展したんですね。これ何かというと、今度のハスフェスタに初めて参加する人向けのブースがありまして、出展料も安くて、ただその分スペースも小さいんですけど、前回はこのチャレンジブースで出展しました。だいたい広さ的には会議で使う長机あると思うんですけど、あれが一つ分横向きに置けて、で、若干横に一人二人立つぐらいのスペースがあるくらいの広さです。奥行きはあるんですけど、あれか、運動会とかのテントあると思うんですけど、あれの半分ぐらいですかね、イメージ的には。あれがチャレンジブースとして当てがわれていまして、ただ2回目以降はチャレンジブースは使えないので、今回一歩ラボは正規のブースで出展しました。なので、チャレンジブースよりも今回の方が広さが広くなったので、商品数を増やそうと思って割といろいろ持ってったんですよね。木製玩具しかり、離乳食スプーンしかりなんですけど、それ以外に実は今作ろうとしている商品の試作品とかを持ってったりして、お客様の反応をちょっと伺えたらなということで持って行ったりしました。で、今回は出店が1日だけだったので、かつ、残念ながらも天気がほぼ雨で、1日中ほぼ雨で、ほんと悲惨なんですけど、今回も合計7日間あったんですが、最初の日から6日目まではもう天気めちゃくちゃ良くて、気候も温度もあったかかったので、家族連れとかむちゃくちゃいたんですよね。僕も6日目に下見を兼ねて行ったんですけど、むちゃくちゃ子供連れの方がたくさんいて、で、ブース出展してるエリアの周りが芝生なんですけど、そこはもう自由にテントとかを立ててよくて、なので朝午前中に来て、ロハスフェスタの出展者さんのお買い物とかを楽しんで、キッチンカーとかもたくさん出てるので、もう昼ご飯食べながら子供たちは駆け回って遊んでたりするみたいな、すんごい平和な時間が流れてるんですけど、そういった状況が6日目まではあったのが、最終日の7日目ですね。7日目はもう雨、朝から雨、昼も雨、夕方も雨っていう感じだったので、もうテントを広げてる人はもうぽつりぽつりという感じで、明らかに来場者の数はもう7日目、最終日が一番少なかったんですよね。そういう日にだけ出店したので、ちょっとね、期待通りの売り上げにはならなかったのが、とてもとても残念だなぁと。でもこれ言われました。僕ら出店してて、もう昼ご飯ランチを食べようと思って、キッチンカーで出店していたピザ屋さん、ピザが食べたかったので、ピザ屋さんに行って、店長さんと話してたんですけど、やっぱ天気が悪くなることを考えると、
1日だけの出店じゃダメですよと、まあ、アドバイスもらいまして、そのピザ屋さんはもう初日から最終日まで7日間びっちり出てらっしゃったんですけど、一番売り上げが多かったのがもう初日、今年初日は11月3日の祝日だったんですよね。文化の日だったんですけど、ロハスフェスタ以外にも他にも大きなイベントが横の会場であって、でそこの会場の方々がランチを食べにロハスフェスタに流れてきたっていう流れがあったそうで、まあ初日が一番売れたと。でそこから少しずつ売り上げは下がっていって、で最終日の7日目が一番悪いですっていうふうにおっしゃったんですよね。その先輩出店者さんのアドバイス的には、屋外のイベントは1日だけじゃダメだと、悪天候の分のカバーする日が必要だということで、まあ、複数日程出店した方がいいですよっていう、まあ、教えをピザ屋さんからいただきました。まあ確かにそうだなと思いながら、あのピザをいただきました。次回の反省点にしたいと思ってます。で今回本題ですね、あの熱量が高い人との出会いというところなんですけど、今度ロハスフェスタに出店している人がどんな人かというと、僕らみたいな会社単位の人もいるんですけど、おそらくそれはあのメインではない、もうマジョリティではなくてむしろマイノリティで、どんな方が多いのかなって考えると、例えば普段は本業で仕事している人が自分の副業とか個人でしたいこと、まあ、趣味としてやってるものを販売するとかですね、あと本業が終わった後に夜の時間を使って例えば料理をしてそれを出すとかですね、まあ、そういった方も多くいらっしゃるんですね。実際に一歩ラボの同じ列にいたブース出店してる方と親しくなったんですけど、その方は普段は本業しつつ仕事が終わってからコーヒーの焙煎をしてると。その方はあのコーヒーをですね、自分のブランド名でされてらっしゃる方なんですけど、コーヒーを作って普段はネット販売かなされてらっしゃいますと。で実際にこういったロハスイベントに出た時にお客様の前に出てきてコーヒーを販売してるっていう方もいらっしゃいましたし、あとはですねインド関係のものを扱ってらっしゃるブースもあったんですよね。こちらのブースは女性2人がされてらっしゃったんですけど、お一人はインドカレーがお好きということで、いろんなカレーが作れるキットを作ってそれを販売されてました。例えばキーマカレーとかバターチキンカレーとか、そういったものが簡単に作れるキットを作ってそれをパックにして6種類ぐらいかな販売されてらっしゃったんですけど、その方も普段は料理教室を開いたり、出前で料理教室のイベントをしたり、同じだな、その方は普段はインド料理の教室を開いたりされてらっしゃるんですけど、まあそういったことをしつつもロハスフェスタではカレーキットを販売してるとか、同じくそのブースにいたもう一人の方はインドの布を使った商品を販売してたり、もう布そのものを販売されてらっしゃったりしました。まあそれ以外にも例えば花を使ったブースとか、木工品のものを扱ってるブースとか、あと変わりどころではたわしを売ってたりとか、お茶とか自分で作ったスコーンとかケーキとか、そういったものを皆さん持ち寄って販売されてらっしゃるんですけど、共通点としてみんな基本熱量高いんですよね。なんか自分の作ったものを他の人に共有してもう喜んでもらいたいみたいな、自分がやってることを知ってもらいたいみたいな、まあ、そういう人が基本的には出店してるので、まあみんな熱量高いんですよね。でロハスフェスタの出店側になると、こういった人たちとのなんか横のつながりができていってる感じがしてですね、僕らまだ2回しか出店してないんですけど、それでも頭にもその方の顔が思い浮かぶような方がもう何人もできてきてて、また次回も出店しましょうねみたいな、なんかこう優しい声かけが生まれてたりするので、なんかこういうものづくりする側、何かを作って販売する側の知り合いが増えていくっていうのはすごいいいなと、いい雰囲気だなって思います。まあ、同じね、なんかこう事業する側として悩みとかシェアできるっていうところがあるのかなと思うんですけど、まあ、ロハスフェスタは多分特に皆さん熱量高いし、なんかこう同志が集まってる感じがしていいんですよね。かつお互いが物を買い合ったりするんですけど、まあ、それをインスタとかに投稿するんですよね、タグ付けで。で大体それぞれのブースにはもうファンの方がいらっしゃるんですけど、そういった方々にも広めてくださるっていうのもいいなと思って、実際僕も今回は蜂蜜とキャラメルを作っている
出店者さんでセットを買ったりですね、10歳の男の子が店番をしているパティスリーサンクっていうあのスコーン屋さんなんですけど、そこで買ったスコーンを食べたり、これは香川県だったかな、香川県で海苔を作ってる方が、その海苔に、海苔そのものにですね、梅とかわさびとかポン酢とかそういった味付けがされてあるパウダーかなかなんかをこう振りかけた海苔を販売してたんですけど、それがむちゃくちゃ美味しくて、まあ、それも3つ買ったりして、まあ、そういう出店者同士のいいものを見せ合う、紹介し合う、で SNS で紹介し合うみたいな、その流れもいいなと思ってですね、お互いのファンが他のお店を知るみたいな流れもすごいいいなと思いました。とても良きですね。ということで今回はですね、熱量高い人との出会いは刺激的であるというテーマでお話ししたんですが、ちょっと近い将来ですね、ちょっとこれやってみたいなっていう企画があります。何かというと、先日出ていただいたイコットの西川さん、覚えてらっしゃいますでしょうか。イコットの西川さんと対談形式でちょっといろんなテーマについて話してみたいなと思ってるんですね。例えば国際交流とか国際協力とか、あとは英語の勉強とかですね、まあ、いろんなトピックを扱って対談形式で話をしてみたいなと思ってます。この間ゲストとして出ていただいたんですけど、ちょっと田中さんと時間が足りないですよっていう風にあの後日言われまして、じゃあもうちょっと話しますかってことになったんですけど、あのゲスト形式だと、主とゲスト、違うな。ゲスト形式だとちょっとなんかこう真ん中に薄い壁がある感じがするんですよね。なんでそれを取り除いて同じステージで同じトピックで話すみたいな状況でやってみたいと思うので、ちょっとまた近々西川さんをお招きしたいと思っています。ということで今日も一人語りをしていきました。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。